それでは仕組み経営ファシリテーター制度のオンラインセミナーを始めていきます。一般財団法人日本アントレプレーナー学会の清水と申します。よろしくお願いします。このセミナーの対象は次のような方になっています。中小スモールビジネスの顧客を持つ方、もしくはこれから持ちたいと考えている方、そしてセミナー講師ビジネスをされている方、そしてこれから新規事業を立ち上げたい方、または仕組み化を極めたい方、 まあこういった方をですね、対象に進めていきます。で、まず我々の紹介なんですけれども、財団として設立したのは2013年になります。日本中の職人型ビジネスを、えー、企業型ビジネスへ変革することを目的に設立をしています。で、そして、えー、これが設立のきっかけなんですけれども、世界ナンバーワンのスモールビジネスアドバイザー、マイケル・ガバ氏の日本における独占ライセンシーとして活動しております。で、実はこの財団を作る前にもですね、 前に私がやっていた会社で同じような活動をしていたんですけれども2013年に法人としての携帯を買いまして一般在来法人という形でやらせていただいておりますで運営メンバーはですね主なメンバーとしては私ともう一人坂本美智子さんという評議員がメインのメンバーでやっておりますで二人ともですねマイケル・ガーバシと過去67年にわたってお付き合いをしてきて直接指導を受けてきた メンバーになっていますで詳しいプロフィールについてはウェブサイトになってますのでそちらをご参照いただければと思っていますで申し上げました通り我々の財団ではマイケル・イガーバ氏の、ま、日本における代理人として活動しているんですけれども、ま、彼が有名になったきっかけというのがこちらに出ている本になりますで日本では「初めの一歩を踏み出そう」というタイトルで出ていますでこちらをご覧になって、えー、今この動画をご覧いただいている方も多いと思います でアメリカではですね、イギミス・リビジゼェットという本題で出ていまして、で世界でだいたい500万部出版されていると言われています。で日本でもですね、えーまあ、まだまだ500万部には届かないんですけれども、えー、非常に多くの経営者の方に評価をいただいて、い、え、ま、ー、だに Amazon のランキングに上位に入っているという本になっています。でもしまだこちらの本 をご覧いただいていない方はまず本を読んでいただいてこの仕組み化というのはどういうものかというのをご理解いただくといいと思います。でこちらの本は1985年にですね初版がアメリカで出て,出てるんですけれどもいまだに世界中で評価されている本になってまして例えば「ウォール・ストリート・ジャーナル」では最も役に立ったビジネス書ベスト5として選ばれていたりとか「タイム誌」 にはですね最も影響力のあるビジネス書25選に入っていたりしますそしてインクというですね非常に有名なベンチャー企業向けの雑誌があるんですけれどもそちらのですね経営者向けのアンケートでは有名な7つの習慣ですとかビジュナリーカンパニーそういったような有名な本を押さえて役に立った本ベストワンとして選ばれていますでいだにですねこのように中小スモールビジネスの経営の教科書として非常に多くの 経営者にに読ままれてていいる本になっていますで今回の仕組み系ファシリテーターについてももちろんこの本のですね実際にですねこの本をベースにして成功した例は数多くあるんですけれどもその中でも最近非常に成長している会社をいくつかご紹介をしていきます1、まあ、つ目がですねインフュージョンソフトというこれはアリゾナ州にあるソフトウェア会社になります で今で言うとですね、マーケティングオートメーションって言われるような、そのマーケティングのソフトウェアですね、それを提供している会社です。でこの会社はですね、もともとアイズナ州の小さなソフトウェア会社だったんですけれども、マイケル・ガーバーのですね、プログラムに参加して、そこから一気に急成長して、今この分野では世界トップクラスのですね、会社になっています。でそして会社もですね、非常に大きくて、まあ、倉庫のような 社社社屋を建てててて員数もも売上も非常にに急成長している会社になっていますでそしてもう一つは BNI という組織ですねこちらは世界最大級の異業種交流ネットワークとして知られています日本にも数千人の会員がいるのでご存知の方も多いかなと思いますでこの BNI の創設者がアイバン・マイズナーさんというこの写真の右側にいらっしゃる方ですね でこの方が創設者なんですけれども、彼がこの BNI という組織を作るときに参考にしたのが、先ほどの初めの一歩を踏み出そうという本だったわけです。で、その本を読んで、すべてのことを仕組み化していかないといけないということに気がついて、ですね、その異業種交流会のやり方っていうのをマニュアルにして、世界中どこでも同じように展開できるようにしたということですね。そして今ではこのアイバン・マイズナーさんとマイケル・ガーバーは親しい友人としてお付き合いがあります。 でそしてこちらはカナダに本社がある会社でワン800ゴトジャンクという会社ですね、まあ、何をやっている会社かと言いますとゴミ収集の会社になります、まあ、日本ではですねあの有料で粗大ゴミとかを回収してくれる会社があると思うんですけれども、まあ、それと似たような業態の会社になっていますでこちらはですね創業者の方が最初日本円でだいたい7万円ぐらいで中古のトラックを買って ゴミ収集のビジネススを始めたところからスタートしています今ではそれをフランチャイズ化してですね200億円の規模の会社になっていますこの業界の中ではおそらく世界で最も大きい会社とされていますでこの創業者もですね会社を立ち上げて間もなくですね先ほどのマイケル・ガーバーの本と出会ってその通りに会社を運営して今の規模に至っているということになりますでこのの他にもももちろんんたくさんの事例がありますけれども それを話していくとちょっと時間がかかってしまいますのでとりあえず今伸びている会社ということで3つほどご紹介をさせていただきました今はですね海外の事例だったんですけれどももちろん日本でも活動しておりまして例えばですね我々が開催していたドリーミングルームというマイケル・ガーバーが開発したプログラムがありますでこちらはですね30数万円の比較的高い値段の研修だったんですけれどもこちらにも過去数年間で 300名以上の経営者が参加されていますで他にもですね「起用家の神話」というです、ね、セミナーをやっていましてこちらは2時間版とですね1日版というのがあるんですけれどもこちらのトータルでいうと1500人以上の経営者が参加されていますでそして今現在もですね毎月仕組み化のための定例勉強会というのを開催しておりますであとはですね e ラーニングのプログラムをご提供していまして こちらも大体200人以上のです、ね、経営者の方が参加されています。はい、というところがです、ねまあ、簡単な我々のご紹介になります。で次にです、ね、この今回のテーマである仕組み経営ということについて話を進めていきます。で仕組み経営というのはです、ねまあ、簡単に言うと経営を仕組み化していくということですね。まあ、それを実現していくための経営の方法になります。でマイケル・ガーバーが言うにはです、ね、世の中には2つのタイプの会社があると。 一つはですね、人材志向の経営をしている会社。こういった会社というのは、基本的に会社の運営というのが個人の裁量に依存している会社になります。例えば、経営者のですね、職人技に依存していたりとか、特定の優秀な社員の活躍に依存している会社。こういった会社をですね、人材志向の経営をしている会社というふうに呼んでいます。でこういった会社は、日本ではですね、企業は人なりという言葉が非常に有名で、 その言葉にもありますとおり非常にこの,人材志向の経営をしかしこういった経営をしている会社の問題点というのは特にこれは中小スモールビジネスには非常に大きな問題なんですけれどもその人が辞めてしまうと問題が起こるということなんです例えば会社の経営っていうのが社長に完全に依存してしまっていれば社長が一日も休めないわけですね で社長が病気かなんかで倒れてしまうと会社の経営にも深刻な影響が出てしまうとでまたはですね、非常に優秀な社員がいてその人が会社の運営を大部分をやってくれているというケースもあったりするんですけれども、まあ、それもですね、結局その人というのは会社にとっての排他的な資産ではないわけですね今のようにその人材のです、ね、流動化が進んでいる時代にはその人もいつ辞めてしまうかわからないということがあるわけです。 そうなってくると、その人がやめた途端に会社の経営というのが大きな打撃を食らうということになるわけです。でこういったですね人材志向の経営をしている会社というのを我々は職人型ビジネスというふうに呼んでいます。まあ、職人的なですね能力に会社の経営が依存しているということですねで。そして一方で仕組み志向の経営をしている会社もあります。でこれはですね個人裁量に依存しているのではなくて、会社の経営というのが仕組みに依存している会社になります。でそしてですね、 その仕組みというのがその会社独自の知的財産になっているためにある人が辞めてもですね他の人が同じようにその仕組みに沿って仕事をすれば同じように成果が出せるとそういったような経営をしている会社を指していますそういうような会社のことを我々は企業型のビジネスというふうに呼んでいますやはり中小スモールビジネスが成長していくまたはですね継続していくためにはこの人材志向の経営をしているだけではダメなわけですね でさっき言った通り人というのはいついなくなるかわからないと経営者自身もいつ怪我するかいつ働きなくなるかわからないわけですねでそういったリスクの高い環境で経営をするのではなくて仕組みを作って安定した成長安定した経営をしていきましょうというのがこの仕組み経営になりますでこの辺はです、ね、いつもメールマガジンとか勉強会でお話をしているう通りになります ではですね、今回募集させていただく仕組み系ファシテーターとは何かということなんですけれども、でこちらは今申し上げたとおり、その人に依存する職人型ビジネスから、企業型のビジネスに変革するために、中小スモールビジネスに対して仕組み化の支援を行うと。まあ、そういったプロフェッショナルのことを仕組み系ファシテーターというふうに呼んでいます。で今回ですね、この仕組み系ファシテーターを募集させていただく目的なんですけれども、まあ、我々のですね、学会のですね、目的にも 全国のです、ね、経営者に職人的に働き続ける以外にも事業を運営する方法があることを伝えるということそして人生とととビジネスの新ししいい可能性を追求してもらうということになりますで先ほどですねセミナーとか研修のお話をしましたけれどもやはり、まあ、多くの経営者に来ていただいているとはいいですね、まあ、全国400万社ありますのでそれと比べると非常にわずかな方にしか このコンセプトを伝えきれてい,ないわけですねそこに我々は非常に大きな課題といいますか問題抱えているなと思っていましてそのためにこの今来ていただいている方にお伝えしていることをもっと多くのです、ね、方に知っていただきたいとそして先ほど言った人材志向の会社ではなくてですね仕組み依存する会社へと変革していくとそういった考え方を伝えたいという目的でファシリテータ制度を作らせていただきました。 ではですね、なぜそのビジネスの仕組み化が求められるのかということをちょっとご紹介したいと思います。でもでにですね、仕組み化の重要性は分かっているよという方もいらっしゃると思うんですけれども、一応ここではですね、3つほど挙げさせていただいています。まず1つはですね、事業証券を迎える会社が増え続け、経営者が交代しても存続できる会社をつかなければ、不幸な倒産、廃業は増え続けるということなんです。で2016年度の全国社長の平均年齢は、 歳とされていますこれは東京商工リサーチの調べで出ている数字ですで。ということはですね、非常に経営者の高年齢化が進んでいるということです。これは日本経済全体でそうだと思うんですけれども、高齢化が進んでいると。ということはですねいずれですね、その経営者、今は現役で働いているけれども、いずれはですね働きになるくなるときが来るわけですで。その時にですね、 その会社の経営というのが社長に依存してしまっていてはその社長がいなくなった瞬間にですね会社の業績っていうのが非常に大きな影響を受けてしまうということなんですでそうするとそこで働いている社員の方ももしくは関係会社、えー、さらには顧客までもですね、えー、影響を受けるわけですねで最悪の場合社長がいなくなってまもなく倒産してしまう廃業してしまうといった会社もあるわけですで最近はですねニュースでも非常に有名な老舗の会社がですね 社長の引退とともに廃業してしまうと自主廃業してしまうというようなケースも出ていますで、そういったことが起こらないようにするまあそのためにはですねやはり会社の仕組み化というのが必要になってくるわけです、えー、社長なりですね特定の個人に依存している経営ではなくて仕組みを会社の中に作っていって、えー、それに基づいて経営をしていくという体制を今のうちに作っていかないとこれからどんどんですねそういった不幸な倒産廃業が増え続けるということなんです でこれは日本のですね、中小スモールビジネスにとって非常に大きな課題だと思っています。でそして、日本のですね、大半の労働人口というのは、中小スモールビジネスで働いていますので、ということは、その社長の問題だけではなくてですね、非常に多くの労働人口に影響を与えてしまうということなんですね。でそれを解決するためには、この仕組み化っていうのが広まっていかないといけないということなんです。でその仕組み化のやり方っていうのを、 日本全国の中小スノービジネスに伝えていけるのはこの仕組み系ファシリテーターだけだということなんです。でそしてビジネスの仕組み化が求められるもう一つの理由としては業界の垣根や国境の垣根が崩れ、記憶型ビジネスが中小スノービジネス経営者に大きな影響を与えるということですね。でこれすでに感じられている方も多いと思います。今ですね、まあ、アメリカのシリコンバレーなんかを中心にです、ね、非常に一気に成長するような IT 企業が増え続けています。 そういった会社っていうのは今まで日本でですねローカルで経営をしていた会社にも非常に大きな影響を与えています例えばアメリカンからだとですねウーバーなんていう配車アプリがありますけれどもそのウーバーっていうのが非常に多くのタクシードライバーの仕事を脅かしているなんていうふうに言われていますそれはまだ日本には入っていきませんけれどもそういった会社がどんどん出てくるということですね であと代表例でいうと AirB&B なんかもそうで、まあ、あれはホテル業界に非常に大きな影響を与えています、まあ、そのようにですね非常に起業家精神を持った人が作ったビジネスというのが国境を越えてですね日本の中小スモービジネスの経営にも影響を与えている時代が来ているということなんですそういったですね、世の中の環境に対応するにはやはり経営者自身が起業家精神を持ってですね新しい時代に対応していく まあそういっった発想が必要になってくるわけですでそのためにはですね目の前の職員的な仕事に追われているだけではそういった考える時間というのが取れないと想像する時間というのは取れないということなわけですではどうするかというとこれもやはり仕組み化が必要になってきてですね会社を仕組み化して職員的な仕事に追われることなく働ける、まあ、そういった環境を作らないと社長自身もですね社員の方も目の前の仕事に追われているだけと。 そして気づいたら、そういった企業家型のビジネスに業界がどんどん侵食されているといったような状況が起きてしまうわけです。でそれを避けるためにも会社の仕組み化が必要だということですねで。そしてビジネスの仕組み化が求められる3つ目の理由ですね。埋もれている優れた職人技や商品サービスを広げていくためには仕組み化が必要だということです。でこれはですね、店舗ビジネスなんかではわかりやすいんですけれども、どんなにですね、優れた商品、料理を出していてもですね、 一店舗だけではその提供できる顧客数に限りがあるわけですねで。その人が自分の料理をもっと多くの人に提供したいと思ったら、やはりですね、仕組み化というのが必要になってきますで。日本にはよく優れた職人技とかですね、優れた商品というのが埋もれているというふうに言われていますけれども、それをですね、やっぱり世界に広げていくという発想がないと、ですね、いくらいいものを作っても経済には何の影響も与えないわけですね。でそういったた優れた商品とかサービスに、 ここの仕組組みみ化とというです、ね、考え方を組み合わせることでその卓越さっていうのが世界に広げられるとということなわけですそうすることができて初めて経済が活性化されてひいてはそれが経営者自身のです、ね、豊かさにもつながりそこで働いている方々の豊かさにもなるということなわけですそういった拡張可能なビジネスを作るためにはこの仕組み化っていうのが必須になってくるわけですねというのがです、ね、この仕組み化が必須な大きな理由になってきます 今言ったことに気づいている経営者というのはすでに、まあ、我々のセミナーに参加していただいたりとかしてこの仕組み化というのを進めているんですけれどもまた気づいていない経営者というのが膨大にいるわけですねでそこにこのコンセプトを伝えていくためには我々だけの力ではできないので今回全国にこの仕組み系ファシリテーターという仲間を作ってですねこの考え方を広めていきたいということになりますでそしてですね我々の財団のビジョンでもあります アントレプレナーシティ構想というのを簡単にご紹介をしていきたいと思います。これはですね我々のビジョンということで私たちがどういうふうな未来を作っていきたいかというような構想なんですけれどもまずですね世の中にたくさんあるその職人型ビジネスですね人に依存してしまっているビジネスそういったビジネスを起業家型のビジネスへと変革させていくこれはつまりですね簡単に言うと企業価値を向上させていくってことなんですね。 人に依存しない社長に依存しない会社を作ることそして成長する可能性がある会社を作ること、まあ、それっていうのはつまり会社としての価値を向上させていくっていうことなんですで会社としての価値を向上させるとどうなるかというと非常に有利な出口戦略が可能になるということですねこの出口戦略というのはですね、まあ、なかなか日本の中小の経営者の方で考えている方はそれほど多くないんですけれども アメリカではですね、やはり企業家というのは、この出口戦略を踏まえて会社を作っていくというのがスタンダードになっています。つまり会社をですね、上場させたり、もしくは誰かに承継したり、売却したりとかですね、こういった経営者としての出口ですね、これを念頭に置いて会社を作っていくということです。で企業価値を向上させることで、経営者はこの出口戦略を非常に有利な条件で立てることができるということですね。やはり経営者に依存している会社っていうのは、 売売ろうと思っているものですね高く売れないんですねなぜなら売った後にですね経営者がいなくなってしまうのでそうするとその会社を運営するノウハウを持っている人がいないので結果として今は売り上げ立っていてもその売った後にですね急激に売り上げが下がってしまう業績が下がってしまうということになりますので会社としての価値がそれほど高くないわけですそうするとそのビジネスを買う側としては高値で買うことはできないと。 つまり経営者も高値で売ることはできないということです。で、これはですね、人生をかけて、でこれは人生をかけてですね、その会社を作ってきた経営者にとっては非常に不幸なことだと思うんですね。やはり自分の時間とかですね、お金とか、まあ、いろんなものを犠牲して会社を作ってきたわけなんで、できることならば、やはり高く自分の会社を評価してもらいたいっていうのが経営者の思いだと思うんですね。で、それをするためにはですね、やはりこのさっき言った人に依存するんじゃなくて、仕組みを作って、 記憶ビジネスへとととと変革しないといけないといいいけうことですでそして経営者がそのようにしてハッピーリタイアすることができたら、まあ、あとは経営者が自分の人生を自由に選ぶことができるわけですね、まあ、新しいビジネスを作るのもいいでしょうしもしくは我々みたいな活動に参加してもらって後進の経営者の支援に当たってもらってもいいですし初めて自分が作ってきた会社から離れて自分の人生っていうのを選べるようになるわけですでこういったサイクルを回していく まあエコシステムを作っていくというのがこのアントレプレナシティ構想になりますで。シリコンバレーのような地域ではこういったサイクルというのが非常にうまく完成されていると。だからこそですね、非常に起業化的なビジネスというのが続々と誕生しているわけですね。で日本ではですね、まあ、IT 産業では徐々にこういったサイクルができつつあるように思いますけれども、まだまだ他の中小スモールビジネスでは全くできていないと。 このようなエコシステムが当たり前に存在することによって日本の企業率っていうのも上がっていくでしょうし不幸な廃業率不幸な倒産率っていうのも減っていくだろうとそれを実現するのがこのアントレプラナシティ構想になりますなので今回の仕組み系ファシリテーター制度っていうのはこの我々が描いているこのアントレプラナシティ構想っていう未来をですね作るための大きなステップになるということですね是非この 構想にに賛同ししててていいいいたたただだけける方にはご参加していただければありがたいなと思っていますではですね、次に仕組み系ファシリテーターになるメリットをご紹介をしていきます。でまず、その1、仕組み化という巨大ニーズに応えることができるということですで。現在ですね、仕組み化っていうのが一種のブームになっています。アマゾンで仕組み化っていうふうに検索していただくと非常に多くのビジネス書が出てきます。で本屋さんに でもこの仕組み化いいう言葉を使っててる本が今非常にたくさん増えしまし、まあ、それだけですね世の中にニーズがあるっていうことなんですけれども実はこの仕組み化っていうことを正しく伝えられる人っていうのはそれほど多くないっていうのが実態なわけですね。でニーズはあるけれどもそれに応えられる人はいないということでこの仕組み系ファシリテーターになっていただくとこのような現在ブームにもなっている仕組み化っていうですねニーズに応えることができますよということになります。 その2ですね先ほど申し上げましたとおり我々のお伝えしていることっていうのは基本的には初めの一歩を踏み出そうという本の思想をベースにしているんですけれども、まあ、それにです、ね、加えてです、ね、定期的に海外ツアーに行って成長している会社を視察したりとかです、ね、もしくは国内外のさまざまな情報を組み合わせて常に改善を続けています。 で基本的に意識しているのはですね、経営の原理原則というのと、自流っていうのを捉えましょうということなんですね。で経営の原理原則っていうのは、えー、時代が変わっても変わらないもの。まあ、例えば、えー、先ほどの初めの1分増やそうっていうのは、もう出版されてから20年ぐらい経っていますけれども、そこに書いてあることっていうのは、原理原則なので、今でも有効なわけですねで。そういった原理原則、プラス自流を抑えていくっていうことですね。例えばですね、市場の動向とかですね、テクノロジーの変化とか、 市場のですね、顧客の価値観の変化とかですね、まあ、そういったものを自流っていうふうに呼んでいますで。この原理原則に書かれていることを自流に沿って行うためにはどうすればいいか、まあ、そういったことを考えていくのが非常に重要だと思うんですけれども、我々のカリキュラムっていうのはこの原理原則とこの自流っていうのを取り入れて、今のビジネスシーンに合わせたものになっています。でそれを常に改善し続ける仕組みがありますので、まあ、陳腐化しないカリキュラムをご提供していると。 いいうふうふに思っていますでそして実際にですね過去に先ほど申し上げた通り非常に多くの経営者に参加いただいて高い評価をいただいていますので既に実績のあるカルキュラムですねそれを今回のファシリテーターの方に使っていただくということになります、はい、次にファシリテーターになっていただく3つ目のメリットですねこれは業種や業界を問わず可能性が大きい市場に参入可能ということです、まあ、先ほどの 仕組み化というのがブームになっていますよというお話に近いんですけれども私たちが今提供しているコンテンツカリキュラムというのは基本的には業界とかですね業務を絞っていませんあらゆる業界に通用する内容をご提供していますで一方でですね、えー、他の大半のですね経営のアドバイスというのはどんどん日地化しています例えばこの業界のこのニーズに特化したプログラムですよとかですね この業界向けのプログラムですよとかですね業界特化業務特化のコンテンツが多いと思いますでこれはですねまあ経営の定石としてニッチを攻めろというのがあるのでその経営のアドバイスをしているようなコンサルタントの方々も自分の得意な分野に絞ってやっていると思うんですけれども一方で逆に我々っていうのはこの業界を絞っていませんでこれはあえてそういうふうにしていまして各業界 会社各業界の相違点ではなくてですね、共通点に焦点を当てているからなんですねやはりですねどんな業界でも原理原則っていうのは変わらないわけですね、まあ、人が兼用している以上はどんな会社でもですね社員数が10人になれば同じような問題が起こりますし社員数が100人になったらですねまた同じような問題が起こるわけですというようにですね各業界の相違点に注目するんじゃなくてですね、共通点に焦点を当てることであらゆる業界に通用するカリキュラムを作っています でこうした方がですね、果てしないブルーオーシャンを狙うことができるということです。で先ほど申し上げたとおり、仕組み化というのは非常に大きなニーズがあります。世の中には多くの業界があり、多くの業態があるわけですね。えーまあ、そういったあらゆる業界、業態の中のこの仕組み化という部分を狙うことで、えー、非常に果てしない市場規模が狙えるということですねで。それが3つ目のメリットになります。そして4つ目のメリットは、他社とは異なる価値提案で差別化できるということです。 でいろんな本とかですね、セミナーとか言っていただくと分かると思うんですけれども、業の中の大半のコンサルタントとか、セミナーの講師とかが提案しているのは、あなたの会社の売上をアップさせますよという提案ですね。例えばセールスの方法、例えばマーケティングの方法、つまり売上を上げますよということですね。まあ、こういったことをやっているコンサルタントというのは非常に多く存在します。一方で、仕組み化を提案できるコンサルタントというのは非常に少ないです。でここでまず、その他多数のですね、 その経営アドバイスをしている人たちと差別化できるというのが大きなメリットになりますで。なぜこういった差別化ができるかというと、大半のコンサルタントやコーチは仕組み化の話ができないとでなぜなら自分自身が職人として働いているからということなんですね。で多くのです、ね、コンサルタントやコーチというのも基本的には自分自身がです、ね、職人型ビジネスなわけですねで。そうなってくると、じゃあ自分の,その今の ご自身のビジネスをどうやって仕組み化していくっていう発想が基本的にないわけです。仕組み化ってことをやったことがないので、それをクライアントに教えるっていうことももちろんできないということなわけですね。で、一方で我々の場合には、すでに実証されているカリキュアムを使っていますので、そのカリキュアムを使うことで、誰でも仕組み化の提案をクライアントにすることができるということです。で、実際のところですね、この仕組み化をすれば、売り上げも上がってきます。 ま正確には売り上げと言いますか、業績、まあ、利益ですね、と、えー、いうのが上がっていきます。まあ、なぜかというと生産性が上がるからですね、仕組み化することで生産性が上がって、えー、コストが下がり、新規事業にも時間を使えるようになるので、実際はですね、そのセールスとかマーケティングのことを教えるよりも、仕組み化に特化した方が、実際にはクライアントの業績にも貢献できることのが多いと思います。でそしてメリット、5つ目ですね。 自社にもプログラムを適用して仕組み系ができるということですで。ファシリテーターになっていただく方にはもちろん仕組み化のです、ね、やり方っていうのを学んでいただくんですけれども、まあ、その学んだことをですねご自身の会社にも提供することでこの仕組みかのプロになっていくということですね。よく言われますけれども教えるものが最もよく学ぶと言われていますで。ファシリテーターとしてクライアントにこの仕組み化を提案をしていくセッションをしていく中で ご自身がその仕組み化について最も詳しくなっていくわけですそのそこで学んだことを自社にも適用して自分の会社を仕組み化していくことができますよということですでこれが5つ目のメリットになりますなのでですね本格的にそのファシリテーターの活動そんなに続きはないよという方でもファシリテーターになっていただいてまあ知り合いの経営者にですねこれを提供する中で仕組み化を 学んでですねその自分自身の経営にも適応していくということでも非常に大きなメリットがあるんじゃないかと思っていますそれでは仕組み経営ファシリテーターができることをご紹介していきますでまずですねこの仕組み経営ファシリテーターには2つの段階があるということをお伝えしていきますで今回募集させていただくのはこの表にあるですね仕組み経営ファシリテーターの方になりますでもう1段階上の 制制度度ととししてて仕組み経営マスタターーーファシテーターというをを今準備をしておりますでこちらはまだ始まっていなくてですね2018年の上半期にスタートする予定になっていますでこちらのですね表が現在仕組み経営という名が付いているプログラムですね顧客向けに提供しているプログラムになりますまず仕組み経営基礎講座というのがありますこちらはですね少人数制の集合型の研修になっています で仕組み経営の概念を理解するということそして現状を把握するということが目的となっていまして、まあ、主にはですね仕組み過す数診断という、えー、診断シートを使って、えー、現在今どれくらい仕組み化ができているのかっていうのを自分で診断できるような講座になっていますでこれが大体ですね2時間ぐらいの講座で価格は5000円ということになりますでそして次にですね仕組み経営実践講座 こちらも同じように少人数制の集合型の研修になっていますで。これはですね、基礎講座を受けた後に実際に仕組み化を進めていきたいという方に向けた講座になっています。時間としてはですね、2時間かける5回のセッションで計10時間価格は12万8千円ということになりますで。さらにその上にですね、仕組み経営導入パッケージということでえ、まあ、講座ではなくてです、ね、個別の、まあ、コンサルティングといいますかコーチングみたいなものがありまして えー、この仕組み系実践講座でカバーしていないですね、えー、あらゆる仕組み化をやっていくと,というプログラムがありますでこちらは36時間で、えー、1社あたり180万円からということで、えー、高額の講座になっていますで今回募集させていただく仕組み系ファシリテーターは、まあ、今申し上げたですね仕組み系基礎講座そして実践講座、えー、この2つをですね開催できる権利があるというものになります プラスそういった講座にですね、えー、見込み顧客を集めるために、マ、え、ギ、ーまあ、リガーバー公認のですね、読書会っていうのを開催することができます。で認定条件としては、仕組み系ファシリテーターのトレーニングを受けていただくということで、えー、1.5日間のですね、トレーニングになります。で、価格は詳しくは後でご紹介しますけれども、30万円ということになります。で、もう一つのですね、仕組み系マスターファシリテーターの方は、えー、この仕組み系ファシリテーターを 育てることができるということ、プラス、先ほどの仕組み系導入パッケージというんですね。一番高額の商品を提供できるというプログラムになっています。で、こちらは先ほど申しましたけれども、まだスタートしてなくて。2018年のですね、ええ、上半期にスタートする予定になっています。で、仕組み系ファシリテーターができるですね。仕組み系実践講座というものについて、少し詳しくご紹介をしておきます。 でこちらはですね、仕組み化の概念理解から実際の仕組み作り、マニュアル作りまでをカバーする実践的な講座になっています。で価格は先ほど申し上げましたけれども、12万8000円ということになります。で時間は2時間かける5セッションですね、約計10時間になりますで。5セッションというのはですね、週に1回やるということで、つまり5週間にわたって行う講座だということですね。でこの価格はですね、今は12万8000円なんですけれども、 将来的にはもう少しタークしていく可能性もございますでより詳しい内容はですね仕組みケア実践講座のセールスページですねこちらのですねデモページがありますのでそれをご覧いただくといいと思いますでメールマガジン等でもですねこの仕組みケア実践講座というのはご案内してますのでそちらにご覧いただいても内容はわかると思いますでファシリテーターになっていただくとですね これと同じようなページが各ファシリテーターごとに用意されていますのですぐにこの実践講座の募集を始めることができるというものになっています。で基礎講座も同じようにですね、えー、ホームページがありますのでこちらもメールマガジン等でリンクを貼ってありますので,です、ね、そちらからご覧いただくことができると思います。でこれもホームページがすぐ使えますので認定トレーニングを受けていただくとすぐ開催可能な 講座になりますでは次にですね仕組み系ファシーテータになるにはということでステップをですねご紹介をしていきますでまずステップ1ですね認定トレーニングへのご参加ということでこれは先ほど申し上げた通りですそしてステップ2仕組み系実践講座を自分で実践するということですねやはり講座をですねあの受講生に提供するにはまず自分でこの講座の中身を理解していないとダメですので まず、講座の内容っていうのをご自身の会社に当てはめて考えていただくというのをやっていただきます。でこれは認定トレーニングと別でですね、ご自身でやっていただくことになりますで。それができたらですね、ステップ3の認定書の発行ということになります。はい、そして認定のための投資額ということで、えー、まあ先ほども申しましたけれども、2日間、まあ、正確には1.5日ですけれども、認定トレーニングの参加費がですね、32万4千円と。 30万円プラス消費税ということになりますで。プラスして年間の更新費用というのがありまして、3万円ですね、プラス税,税金ということになりますで。初年度のですね、年間費用は、この認定トレーニングに含まれていますので、この年間更新費用というのは2年目からのお話になります。でこの更新費用には、先ほどのですね、ホームページの利用料とか、えっと、毎月やっているです、ね、認定 ファシリテター同士のですね、ミーティングなどへの参加料が含まれています。で、これ以外にですね、かかる費用っていうのは基本的にはございません。で、次に利益モデルですね、仕組み系、実践講座、基礎講座ともに売上の2割がロイヤリティということになります。なので、例,えばです、ね、例として仕組み系、実践講座を受講生8人で開催した場合は、ファシリテーテータの収益というのは次のようになります。まず12万8000かける8人ですね。 それの8割がファシリテーターの取り分ということになりますので81万9200円ということになりますなのでもちろん8人で開催すれば十分にモーターは取れるんですけれども最低3人でですね受講生3人で開催していただくと認定トレーニングの費用っていうのはほぼ回収できるというぐらいになってますので非常に、えーまあ、取り組みやすい金額にさせていただいております、まあ、認定トレーニングはですね まあこういった形でやります、まあ、この時は10人ぐらいいたんですけれども、まあ、人数がちょっとその回時々になりますけれども集合型の研修で行わさせていただきます。でどんな人がファシリテーターになっているのかっていうご質問をいただくんですけれども意外とですね業種業態バラバラになってまして例えば会計士の方ですねすでにお客さんを持っている方とか 美容室のオーナーナとかですね写真作業のオーナーとか、えーまあ、一見こういった教育ビジネスとは関係ない業種のオーナーの方も社長の方もファシリテーターになられています、まあ、こういった方々はですねまず自分の会社を仕組み化して、えー、そしてさらにそれを前の経営者に伝えていきたいというような、えーまあ、動機でご参加をされています、まあ、必ずしも皆さんですね完璧に仕組み化ができているというわけではなくて、えーまあ、これから仕組み化をしていきたいので 教え方を学びつつですね自社も仕組み化していきたいという方が多いですねあとはコンサルティング会社の社長とかですね社労士の方など方がいらっしゃいますでファシーテータトレーニングを受けていただいたらですね Facebook のファシーテータ専用のグループがありますのでそちらに招待をさせていただきます日々の情報交換とかですねいろんなアップデート情報っていうのはこちらのグループに投稿させていただきます はい、というところが認定ファシリテーター制度の概要になりますで最後に注意点ですけれどもこれ冒頭で申し上げましたけれども今回の仕組み系ファシリテーター制度というのはあくまで日本オリジナルの認定制度になっていますでマイケル・ガーバー本人による認定制度というのは今全世界的に存在はしていませんで今回の認定制度というのはあくまで我々日本オリジナルのものですねガーバーから直接教えを受けた我々が 作ったオリジナルの認定制度であるということをです、ね、覚えておいていただければと思いますで認定トレーニングへのお申し込みとお問い合わせこちらはホームページからお願いしておりますのでご案内しているページをご覧いただければと思いますはい、最後にメッセージになりますけれども今までお伝えしてきたこの仕組み化というテーマですねこれは日本の中小スモールビジネスが変える課題を解決する、えー、唯一の方法だと考えております でそしてこの仕組み系ファシリテーター制度というのはその解決策を提供できる唯一の存在だということですねなので我々の,です、ね、この考え方を目指しているところに共感いただいた方をぜひご参加いただいて一緒に日本の中小スモールビジネスの在り方を変えていくということにチャレンジしていけたらなと思っていますでは以上で認定ファシリテーター制度のご紹介を終えていきます最後までお付き合いいただきましてありがとうございます